ハロー、皆さんこんにちは、るーちゃんです。今台湾旅行はすごい日本で人気になっています。日本の方もいろいろ台湾に来てくださってありがとうございます。私は今ちょうど台湾に帰省しておりますので、台湾のいろいろものを紹介したいと思います。今日ですね、紹介したいのは台湾の朝ごはん屋の文化です。日本では割とみんなは家でご飯を食べるんですが、台湾では外で朝ごはん屋で食べ物を買って、出勤する、または学校行くので、その台湾の盛んでるその朝ごはん屋を紹介したいと思います。朝ごはん屋の中国語は早餐店です。今から注文するお紙の紹介したいと思います。最初はこちらです。こちらのほとんどの机はその番号がついております。この番号はスタッフさんが注文したものをどこの机に出すという示すです。でもほとんどの手の紙のところはこちらで番号を書くところがございますが、この店はないです。あとこちらですね、こちら右下の部分はこちら内容の Y 体がございまして、内容でいうのが店で食べるということです。前体というのは持ち帰りということです。選びたいところに丸をつけてください。今回は店で食べるので内容を丸をつけます。今はここの食べ物を朝ごはんを紹介したいと思います。最初はこちらです。こちらハンバーグで書くのは、ハンバーグです。あとこちらトゥースで書くのがトーストです。こちらタンビンは台湾の特別な食べ物でほとんどみんな食べるのでおすすめでございます。こういうもので言うと卵のクレープで言われてます。頼んだので後でちょっと楽しみにしてます。他のはその焼きそばとかもいろいろあります。あとこちら飲み物なんですが、飲み物は冷たいものと温かいものがございまして、例えばこちら豆乳と紅茶、ミルクティーと緑茶とかいろいろあります。こちらサイズとしては小さいとそのスモールサイズとミディアムサイズとこちらビッグサイズがございます。一番小さいものと一番でかいものを注文したので後で比べてみたいと思います。朝ごはん屋の面白いところはサイドメニューもたくさんあるっていうところです。例えばこの店としてこちらサイドメニューはこちらソーセージと卵とこれフライドポテト、あ違う、日本語を忘れたのでまだ家に帰ったら字幕をつけます。あといろいろあります。あとこちら餃子もあるので、あと大根餅もあります。おすすめでございます。こちら飲み物が来ましたので紹介します。こちらは一番小さいサイズとこちら一番大きいサイズです。でもかなり大きいので私の顔よりでかいです。こちらは豆乳とこちらは紅茶、紅茶でございます。紅茶ともちょっと冷たいもので、あとちなみに甘いものと無糖が選べられるので、もし甘いものあまり好きではない方は、無糖で選んでください。じゃあこちら早速飲んでみたいと思います。最初はこちら豆乳です。甘くて美味しいです。あと一つ台湾の文化を紹介したいと思います。ほとんど飲み物のこちらでなんかダジャレを書いております。朝ごはんを食べながらちょっと笑えるような雰囲気を作ってるかなと自分が思ってます。あとこちらはこの店はちょっと特別で、そのダジャレじゃなくて四字熟語の意味を説明してます。多分子供に選ばせようかなと私は思います。タンビンが来たので先にタンビンをちょっと紹介したいと思います。タンビンはこちらでもちもちした表、もちもちした表の中で卵、柔らかい卵が入っておりまして、あといろんなその具が入るので、今回私が注文したのはチーズタンビンでございます。なのでチーズも入ってます。とても美味しいので早速食べてみたいと思います。ではこちらがつけてるソースは、醤油みたいなちょっと違うんですが、こういうものなんです。食べてみたいと思います。
美味しいです。この店は胡椒もちょっと味付けしているのでとても美味しいです。店によってその味が違うこともあります。例えばこの店は柔らかいんで、他の店はバリバリした食感もあります。皆様が自分が好きな食感を店をやった方がいいと思います。では食べ終わったら会計行きますので、店によって先に会計する、または食べた後に会計する店もあるのですが、この店は食べ終わった後に会計するので会計行きます。これで終わります。以上は台湾の朝ごはん屋の紹介でした。台湾の朝ごはん屋はまたいろんな美味しい食べ物があるので、もし皆様が台湾に来ていただければぜひ台湾の朝ごはん屋に足運んでみてください。バイバイ。どうするんだっけ。ルーちゃんチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。